バージョン3.6で追加された新マップの、この辺にある、なんていう、ギミックというか、あれなんですが、ここにいるこいつ拾って、で、そしたらここで多分これが見れるようになるんでしょう。これが見れるから、この順番通りに開けていかないといけない。1、2、3、4か。1、2、3、4。OK。じゃあ、待って。どうだっけ？ちょっと待って。上からで、一番右から1、2で、あ、そう、あの緑の、あいつを連れてないと、そこの壁画が見れないんよ。こいつ。あれ？あ、なんだ、高さかと思った。これ拾って、で、ここね。上からだね。1、2、3、4ね。OK。わかった。で、この一番高いところ。ここが一番目かな？ 1、2、で、3、4だったよな。3、4、これで合ってると思う。OK。あ、なかなかいい宝箱。ポイントは、あれだね。ここの壁画を見るには、この緑色のこいつを連れてないと見れないので、したかいがあった。こいつを連れてくるのが大事ということですね。あ、でもこれ、こんだけなんかな、ここ。これで終わりか？こっちなんもなかったよな。ん？あ、あれはあれか。今解放したやつやな。こっちはもうなんもない。なんもないね、ここ。こんだけの場所か。あ、じゃあこっちじゃないわ。こんだけの場所っぽい。あ、いいんだっけ。こっちから来たんだっけなぁ。結局あそこ溶けてないんだよね。この周辺でまだできることあるかなぁ。ここに行きたいわけないよね。そこに行きたいんだけど、扉が開かないと。これはさっき解放したやつね。こっちはさっき言ったよな。多分ここの封印されてるこいつをどうにか連れていかんといけんのんだけど、
現状近寄れないと。なんだろうなぁ。あ、え？さっきここ来たっけ？お！くら。あ、でも何かあるわけじゃないんだ。何のための、え、ここ、普通に外につながってるだけじゃないの？こう回って、こっちに普通に繋がってるだけか？いや、なんか違うところなのかな？もっと低い場所だもんな。ここからさらに地下部分があるみたいな感じなのかな。いざ。ないな。ここは行ったんだっけ？なんか行ってるような気もするし。その奥行ってんのかな？あれ、むしろこっから来たんだっけ？来てるね。こっから来たんか。いやー、ないねー。なんとかのウドゥンバラ、ウドゥンバラってなんだろう。ウドゥンバラがないなー。終ボス進めないのかなぁ。で、これワンチャン、あれもあるからね、あの可能性的には、ナヒーラさんの伝説任務を進めないといけないとか、そっちの可能性、あと、今やってる世界任務を進めないと行かれないっていう可能性はあるんよなぁ。なんか今までのスメールのパターンだと、ストーリー進めないと、何、ワープポイントいけないとかっていうパターンもあったから、そっち系なんかな、すぐに行かれないのかな。もう何にしても多分あそこの、あの緑のやつを外に出すことができれば、進めるんだろうけど、わかんない場合はとりあえずあれだね、話を進める方がいいね。洗礼行ったらちょっと進めようかな。古の宝物、実に貴重だ。
あの、もう一個どこ行った？違う。あれもう一個どこ行った？うわ、どこ行ったかわからん。1、2の。待て。1、2の3。あれ？ここでいいか。偶然の出会いには趣がある。なるほど。で、さっきのなんだ？特殊なクローバーマーク。この特殊なクローバーマークは甘露の力の影響を受けているため、ソルシュはそれを移動させることができます。ソルシュのインタラクトスキルを倒しするとクローバーマークを拾い必要な場所に配置することができます。技術のために作られた船は港に止まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。クローバーマーク、あれ自体をってことか。まあ、やってみようか。あれも動く。ああ、元の場所に戻った。どっか使うと良さそうな場所あったかな？向こうのあそこにやって、あれを取るんかなと思ったけど。ああ、意外と、あれなんだな。あれ？止まった？いけた？止まってたね。大丈夫かな？あれ結構前から止まってた頃もしかして。これ手動で更新かけないと手動で更新かけないとダメになってんだよな。多分いけたでしょ。実際止まってたんよ。実際止まってたんだけど、なったでしょ。そう、実際止まってたんだけど、前までは配信をなんか再開したらすぐ戻ってたのに、最近なんかちょっと、あ、おかえり。
最近なんか更新かけないとなかなか直らんくなってる気がする。ありますね。うん、これこの上かな、これあれかな、この上に上がるためのあれかな、こうか。結構届くな。こういうことか。南山八九、天道万象。見切りました。覚えたわよ。五感奥義。はい。知識はあなたに。ここより弱滅の時。ここに上がったからといってないな。なんか封印されてそうな何かがあるけど。あれ宝箱。マップ的には近いけど、でもこの下なんもないもんね。やっぱ違うよな。この辺から下に、あ、そっから下に入り込めそうだけど、あ、行けるか？こっから入れるな。いや、入れないのかな？入れるわけではないんだ。あれ、この甘露の、これがあるな。これ何が出るんだっけ？これ、ちょっと待って、これ重要な何かかな？大丈夫かな？まあ、なんか重要なものだったら後から解説すればいいか。これで道が開くとかじゃないだろうな。こうなんか道が開くとかで開く場合はなんかこれかけると白っぽく表示されるから違うだろうね。あれまだなんかある？ん？あ、そこにもあるわ。一箇所かな？あっこにもなんかあるな。順番とか関係なければ3、だいたい4個とかよね、こういうのね。
3の誰で何かが起きるかな。おうてか普通の宝箱か。誰からの贈り物かしら。こっから結構近いんだけど横穴がないかな。貴様の旅は剣女万丈裁きの雷。ふふ私のお家にいらっしゃる他奥義。この剣はわかるかい。稲光すなわち永遠なり。あれまだいる。天に遠く。岩山八九。逃げ道はあり。痛くしちゃうかも。これこそが知恵の伝道。この剣はわかるかい。と。左右ルコ。偶然の出会いには横穴から入れるかなと思ったけどないっぽいな。そこに大きな穴とか開いとってくれたらよかったんだけど。あれここさっき行ったところだっけ。ああだよね。ああはいはいはい。ああこういう感じね。まあ普通に考えてこの地下からだよね。今こう行こうとしてんだよね。こっちからのはからは、刀剣しに行ってきます。行ってらっしゃい。刀剣乱舞かな。この中。あ、これ取ってないな。来た甲斐があった。こっちから説あるかな。お？あ、来たか。これ来たかも。これ来たな。出てくる。あ、出てくるよね。あ、オッケー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 。じゃあちょっとあれしようか。あ、まあまあ倒してから改めてアーカイブ開けようか。
あ、よかった、世界です。刀剣乱舞イベントで5時17時に通行手形で回復するので、通行手形ちょっと何言っとんか分からんけど、スタミナ的なあれかな、5時と17時に通行手形という概念がちょっとよく分かってない、ね、アビス教団の魔物複数の元素を駆使して戦い戦闘、あーこれおったな、元素シールドを利用してダメージを防ぎます。戦闘中元素の輪を創造し攻撃力の攻撃を減少します。元素反応で全ての元素の輪を破壊できれば差し迫った最悪を止められるでしょう。ガンザル八九、あ見切りました。あーなるほどな、あれをええ感じに壊さんといけんってことね。逃げ道はありません。無我の境地。元素切り替わっていってんの、あのシールドが。なるほど、あんま使うか、まあ、せっかく倒したしな。OK。なんか途中で元素を切り替えながら戦ってくるみたいな感じだったから、それに合わせてやればいいのかな。で、時々一斉にこう、3つの元素を同時にやってくるあの攻撃もあるから、あれをじゃけ、うまいこと壊せば問題はないんでしょう。OK。じゃあ、あいつの復活を待って、改めて、生き方？え、どう来たっけ？こう入ったんだっけな？改めて生き方をやろう。そっちからだったんだなぁ。まあ、いや、ちょっとこの時間に、あれ、1個バナナないとこ。3時間半か。通りちょっと進めときたい気持ちはあるんじゃけど、晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下す。あと7個か。
これなんだっけ、96、あ、これは50が最高なんかな。あ、王冠とかもあるんだ。この美しい風景もそばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。3回引けるね。またなんか当たらんか。浮世の風景は幾千年もか。オッケー。じゃあちょっと切り替えて、どこだっけ、こっから入ってったら大丈夫だったんだよね。え、そうだったよな。そうよね。最初上から行こうとして、こっちから行こうとしてダメで、ここを 見落としとったな、普通に。こっちから行くのが早いかな。ちょっとアーカイブ開けよう。